大谷武晴のマイロードラジオ。こんばんは、名古屋在住のシンガーソングライター大谷武晴です。さあ、消費税が 8% に上がって2週間ほど経ちましたけども、 8% 皆さんは慣れてきましたか？計算が弱い僕は買い物するとき、お金の計算に必死でございます。お釣りの小銭でお財布がパンパンになっている人も多いのではないでしょうか。早く 8% に慣れていきましょう。それでは今週もどうぞお付き合いください。この番組は C キューブ株式会社の提供でお送りします。インターネット工事は C キューブグループにお任せください。無線 LAN が使いたいんだけど、 C キューブグループにお任せください。まさかクラウドサービスはやってないよね？それも C キューブグループにお任せください。情報通信設備のことなら C キューブグループにお任せください。はい、オープニングで消費税の話をしましたけども、消費税以外にもですね、4月から値上げしたものってありますよね。ガソリンも高くなりましたし、あと一部高速道路のね、料金も値上げしたりして、ETC の割引がね、なくなった区間もあるそうなんですけども、まあこれからゴールデンウィークとかね、出かける機会が増えてくる中での、やっぱり高速道路値上げっていうのは辛いこともありますよね。で、僕も休む日とかはですね、やっぱドライブとか、旅行とかね、車で行くことが多いんですけども、こんな値上げの時だからこそですね、まあおすすめのドライブ方法があるんですね。まあそれはですね、高速を使わず、下道でゴー!なんですね。はい、ゴーゴーです。僕はですね、ちょっとこう、朝早く出てですね、高速使わず、下道、しかもね、ちょっと、国道じゃなくてマニアックな道を走りながら目的地に行くのがすごく好きなんですね。で、下道走ってるとやっぱいろんなお店があって出会うんですよね。で、僕はフィギュア、まあ、人形ですね。変な人形じゃないですよ。まあ、変な人形ってどんなかわかんないんですけど、トイストーリーとかルパンとかのね、フィギュアが好きで、コレクションしてるので、そんなフィギュアショップみたいなのをですね、もう見つけるたびにお店に入って、掘り出し物のね、レアなフィギュアとかあるんですよ。それを買ったりですね。あと、リサイクルショップとかもですね、好きで、見つけるたびに入っては、掘り出し物を見つけて喜んでるんですね。あと、リサイクルショップですね、懐かしい、好きだったアーティストの CD とかが、結構100円とか安く売ってて、それをですね、買って、まあ、夏メロですね、いわゆる。下道で、かけながら、歌いながら、走っていくとですね、もうこれ超楽しいんですよね。わかりますでしょうか。はい。あと、マニアックな、ちょっと裏道を走っているとですね、意外におしゃれな飲食店とかね、雑貨屋さんとかもあったりして、まあそんなところをブラブラ寄り道して、目的地に向かうのがね、本当に楽しいんです。あと、個人的にですね、ツボなのが、自分の住んでいる街にはないけど、その土地にはよくある、ファミレスとかってありますよね。で、結構そのファミレス、その地域では有名なんだけど、知らない、まあ、土地の人から見ると、結構面白い名前のとことかあるんですよね。まあ、あえて名前は言わないんですけども、もう名前見て僕は、子供のように爆笑してるんですけども、そんな店にまた入ってはメニュー見て爆笑したりとかですね、まあ、そんな子供じみたことやってるんですけども、まあ、本当高速道路ではね、味わえない魅力がたくさんありますので、ぜひですね、高速道路料金上がって嫌だなと思ってるあなたはね、下道を使っていろんな掘り出し物を見つけてみるのもいいかもしれません。高速のね、サービスエリアも今はすごいので楽しいんですけども、自分で何かね、発見する喜びもぜひおすすめです。まあ、ただあんまり下道でね、楽しんでいるとですね、時間がなくなって、いざ目的地着いたらですね、そのまますぐにもう帰りましょうってことになりますので、ぜひ時間がね、ないってことにならないように計画立ててドライブしてください。まあ、実は僕何回かそういうことがありましたのでね、皆さん気をつけてください。それではここで一曲お届けします。ニューアルバム、つなぐの中から、大谷武晴で、M。
には成功者行動ばっか僕は今日もトラリクラと少し平凡マンその起きていたいイメールあなたに近くしてほしい同じぼんな僕の努力も必要としてくれる人がいたお送りしましたのは大谷武晴で M でした。大谷武晴はライブがあります。4月27日の日曜日名古屋市南区笠寺観音で歌出演します。笠寺音楽フェスということでライブハウスではなくて笠寺観音の境内で歌います。またいつもと違った雰囲気のコンサートになると思いますのでぜひ皆さん遊びに来てください。C-Cube で携帯基地局のネットワークを構築する伊藤悟です。近隣住民の皆様からもうすぐ携帯つながりますかと笑顔で声をかけられると私も嬉しくなります。どんどん広げます。携帯ネットワークとお客様の笑顔を。人と技術と感動通信 C-Cube グループ。はい、4月もね中旬になりましてすっかり暖かくなってきたんですけども、今年はですね春もインフルエンザが流行っているそうなんですよ。僕ニュースで見たんですけども、5月ぐらいまでですね結構今年は気をつけた方がいいそうなんですね。で実は僕3月に初めてですね人生初のインフルエンザかかったんですよ。もうね今まで 無縁だったので一回も予防接種もしたことがなかったんですけども、本当インフルエンザしんどいんですよね。なのでぜひ皆さんね今年は高くなってもインフルエンザ気をつけてください。そして番組では、メッセージを募集しています。メールはタッキーアットマークトカイラディオ .co.jp、 ファックスは 052-961-0077、 はがきは郵便番号 461-8503 東海ラジオ、いずれも大谷武晴のマイロードラジオまでお送りください。そして今番組のステッカーもプレゼントしておりますので、ステッカー欲しい方はぜひステッカーちょうだいと一言メッセージもください。それでは来週も聞いてください。シンガーソングライター大谷武晴でした。バイバーイ。この番組は C キューブ株式会社の提供でお送りしました。